ホリダイチャンネル。アメ車ってすごくお金がかかる印象があるんですけど、すごいかかるよ。僕のは、全部で3年間で60万、俺のね600万ゼロが10個やっぱ違う。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、どうも皆さんこんばんは、好きな言葉は親孝行、ホリダイでございます。何者でもない恭平です。よろしくお願いします。すっかり定着してきた、ね。はい、ありがとうございます。この間の酔いどれラジオ楽しかった、ね。はい、楽しかったですね。今日はね、うちの見習いくんの匠が回しをやってくれるんで、はい、はい、今日は何のテーマでしたっけ。今日はアメ車談義。アメ車談義。アメ車談義、はい。アメ車談義ですね。さっき俺のベレー乗ってコンビニ行って酒買いに行ったんだな。はい、楽しかったね。最高でしたね。ネルさん、俺は知らん。はい、はい、じゃあどうぞ。大さんと京平さんが仲良くなったんで、アメ車つながりなんですよね。そうだね。そうですね。だってお前タトゥー入ってないもんな。入ってないです。はい。そうそうそう。あれちょうどまず、あ、じゃあ先に俺の車の紹介からいくか。はい。俺が乗ってるのが、1957年、シボレーの、ベルエア、ハートトップっていう車ですね。で、お前が、僕が乗ってる車が、1951年のシボレースタイルラインのハードトップに乗ってます。ベルエアだろ。ベルエア、うん、はい。グレードがベルエアなんだよな。そうですね。そう、それでなんかほら、お前の妹の葵ちゃんが、はい、なんかこう大ちゃんと同じ車買ったらしいよっていうので、じゃあちょっと呼んでよみたいな感じだもんな。そうですね、うん、それがきっかけですね。そうそうそう、はい。で、俺形がそもそも57より51の方がルックス好きだったからさ、はいはい、うん、ただ、まあ、俺は57に乗ってて、はい、でそれで俺が欲しかったやつをお前が乗ってて、そこでなんかこうで、お前は57が欲しかったから、はい、なんかそれで仲良くなったよね。はい、うん、そうそうそう。アメ車ってすごくお金がかかる印象があるんですけど、うん、その辺はどうなんですか。例えば整備とか。ああ、整備ベースで買って、はい、お前、まあ、俺とお前の場合ベースで買ったじゃん。そうですね。ベース車っていうのが、まあ普通に乗れる、うん、まあ、状態。そうだね。ただ動くっていうだけの状態だよな。はい、そこからまあお金はかかるよね。かかりますね。当たり前だけどね。はい、すごいかかるよ。そうなんです。正直。ダイさんと京平さんの車でどのぐらいかかってる？これ言う？簡単に言ったら丸が1個違うんだよな。あ、もう本当にそうですね。丸が1個違う感じですね。俺の場合はまあレストモッドだよね。そうですね。レストモッドっていうのはその1950年代の車なんだけど、全く現代の車と同じように全部ハイテクにするやり方で、強兵のはレストアだよな。そうですね。その悪いパーツを交換したり、もともとあるパーツを直して、それで普通に乗れるようにするっていう、この違いだよな、うん、はい。金額すごいよ。そうなんですか。お前いくらだっけ。僕のは、全部で3年間で60万ですかね。はい、うん、で俺のね600万ゼロか10個やっぱ違う。やり方によるんだけど、はい、まあ俺は強兵のやり方の方が絶対頭いいと思うの。だってそうじゃん、はい、だって600万あったらもう1台買えるじゃん。買えます。でみんなに言われるんだよ、はい、でもまあ俺の場合は本当に10代の頃からの夢だったから、もう最後の車にしようと思ってたから、もうめちゃくちゃ頑張って金稼いで、貯金も全部突っ込んで、はい、ロレックスも1本売って、はい、上海に行って荒稼ぎして、それも全部つぎ込んでるから、はい、まあでもちょっとこれこの話し出すとだいぶ長くなるんで、そうですね、うん、まあでもでもまあ整備に関してか、はい、うん、整備に関してだったら、でも一般的には強兵のやり方だよな。そうだと思います。でもそれで考えたら3年間でまあ、年間20万でしょ。そうです。で、しかもいろいろ消耗品も全部変えてアップグレードっていうか、まあ、全部悪いものをいいものに交換してるから、そうですね、まあ、言ったらアップグレードはされてるわけじゃん、はい、それでだって年間20万じゃん。それ考えたらそんなにお金かかるって感じもしないよね。そうですね。ただいいメカニックがいるかどうかだよな。そこ本当に重要だと思いますね。マジでそこなのよ。だってうちのメカニックのスーパー野口、はい、スーパー野口先生はさ、はい、腕もいい、仕事早い、安い。だから俺たちの言っ
ってる相場だと他だと多分ありえないから、だいたい 1.5 倍から2倍ぐらいで考えた方がいいのかな。そうかもしれないですね。まあまあどこの誰がいいとかそういうの分かんないけど、でもまあさっきの整備の話に戻ると、でもそれがもし 1.5 倍になったとしても毎月 2,3 万貯金できれば全然乗れるよね。そうですね。うん、しかも50年代の車だとしてもね、はい。それ考えると意外と考え方としては、うん、そんな高い感じしねえだろ。そうですね。思ってたよりは。次の質問なんですけど、クラシックカーってどこからがクラシックカーになるんですか。これもまた難しいよな。そうですね。お前の定義は？僕の定義は、1970年代より前のものが、自分は感覚的にはクラシックカーかなと。俺もまあ50年前50年前、はい、うん、だからでも正直俺のさ、ほら家に飾ってあるのが大体50年代とか40年代の車ばっかりじゃん。そうですね、はい、俺はそれで育ってるから俺の定義だとやっぱり1940年50年あたりがクラシックカーって感じがするけど、今のこの時代で考えたら、まあ、それこそ70年代の車もそうだろうし、なんかまあ、大体50年周期、アンティークは100年って言うじゃん。そうですね。だからクラシックカーで言ったらやっぱそれぐらいなんじゃないのかな、はい、分かんないけど、あくまでもね、俺たちの感覚だからね、はい、そうですね、うん、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。クラシックカーを乗る上で、メリットとデメリットを教えてください、すげえ単純なこと言うよ、はい、めちゃくちゃかっこいいシンプル、うん、お前は？まあめちゃくちゃかっこいい、気分がいい、気分がいい、はい、運転っていうただの時間をさ、スペシャルな時間にしてくれるのよ、わかる、そうですね、うわー疲れたーって思ってさ、もう、まあ、今はもう本当に毎日ハッピーだからあれだけど、はい、結構昔疲れた時にまだベルが来て、もう見ただけでまず朝テンションが上がるじゃん、でエンジンかけるじゃん、温めるじゃん、よし仕事行こうって気分になるもんね、やっぱそうですね、モチベーションにもこうつながるというか、あとやっぱファッションももっと良くしようって気になるもんな、なりますね、その車に負けないようにしようっていう、はい、やっぱクラシックカーとか50年代の車っていうともうすでに雰囲気があるのよ、もうだから、その雰囲気に負けないように俺たちも頑張んなきゃって思うよね、はい、向上心につながる、つながりますね、でデメリットか、デメリット、デメリットですね、デメリット、わがまま、あいつらわがまま、そう思わん？わがままでしかない、わがままでしかない、わがままでしかない、まず思ったように動いてくれない時があるじゃん、まあ、俺今の俺の場合はないけど、そうです、ね、普通に考えたら、まあ、じゃあ例えばキャブ車だったらさ、エンジンかける時に儀式しなくちゃなんないじゃん。そうですね、いわゆる儀式ですね、儀式するじゃん、はい、でその儀式してさ、やりすぎるとこあのプラグがかぶってエンジンかかんなくなるじゃん、はい、あと何かしか全部見てるわけじゃないからさ、はい、急にどっかしかおかしくなるじゃん、はい、それを可愛いと思えたりとか、これがクラシックカーに乗ってる醍醐味だって思えるかどうかは、そうですね、俺昔それで一回諦めたもんな。あ、そうなんですか。まあお金はかかるし、手間もかかるね、手間もかかる、うん、だからまあいいとこばっかりじゃないよね、はい、50年以上前の車ですよね。俺の車だと1957年だから64年前かな、大体。お前のだってもっとだよな。僕のちょうど70年前ですか。だってアーサー・ホーランドさんと同期だもん。アーサーさん51年生まれだから、うん、あの俺の友達 の、 あの不良牧師って言ってすごい有名なあのアベマ TV の、 あのコメンテーターとかもやってるめちゃくちゃかっこいいムキムキのタトゥーだらけの牧師さんがいるんだけど、その人と同期だもんね。そうですね、まあ、アーサーさんの方が元気だなお前っていう、まあ、そうですね、ね、ちょっとごめん話ずれたけど、まあ、アーサー・ホーランドってめちゃくちゃかっこいい人がいるんでね、その人のタトゥーも俺が担当させてもらってて、まあそれもアーサー・ホーランドで検索したらすぐ出てくるから、ちょっと一回チェックしてみてください。はい、話戻しましょう。まあメリットとデメリットはこんな感じで、はい、分かりやすかった。はい、うん、オッケーオッケーオッケー。じゃあ次の質問いいですか。うん、今までのアメ車の遍歴。ああ、今まで乗せたアメ車ってことね。はい、ああ、まあ、はい、お前から。僕は、一番最初が、キャデラックのブロアムクーペ、あ、ブロームなんだお前の。僕ブロームです、のクーペを、乗りました。何年車？1983年車。ああ、83か、はい、83のブロアムクーペを、
で次が1963年のシボレーインパラ、うん、でその後に、今乗ってる1951年の、うんうんうんまあ、スタイルラインのベレア、そうだね、を乗ってる、だから3代目ですね、うん、そうだね、はい、うん、俺が一番最初が1981年の、まあ、くしくも一緒なんだけど、キャダラックのデビルクーペ、あデビル、はい、うん、はい、俺、これ 4100cc のデビルクーペだったから、はい、でそれを2年ぐらい乗ってたんだけど、はい、多分あのヒストリーでも言ってた極貧時代に入る前に売っちゃって、はい、でそんでたまたまあの俺のよく行くグローズっていう、その当時はバーだったんだけど、そこのオーナーから1988年のカプリスのクラシックワゴンを譲ってもらって、はいはい、でそれでも半年ぐらいしか乗ってなかったから、はい、もうしんどくて、はいはいはい、それが多分21ぐらいの頃で、そっから飛んで、あれ俺インパラ買ったのって何年前だったっけかな、6年前ぐらい、もっと前じゃないですか、7年前ぐらいか、まあいいか、うん、まあなんせ、1964年、なんでお前のが知ってんだよ、いやなんで知らないですか、逆に乗ってたから、なんでも忘れるからね、64ですね、そう1964年の、インパラワゴンだね、あそうですね、うん、はい、インパラワゴンを乗ってて、で、まあちょっと余談になっちゃうけど、それからそのインパラワゴンとおで、その当時乗ってたおでって言っちゃった俺おでその当時乗ってた、そこは膨らませてくれないすぐ膨らますからね、じゃあまあ、インパラワゴンとその当時乗ってた、これも結構長く乗ってたんだけど、トヨタクラシックっていうあの100台しかない限定車があるんだけど、それを両方とも売って、でベレーをゲットした、1957年今のやつだね、はい、さっきの話、はい、うん、ハードトップ、まあ俺は4代目だね、うん、まあ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 、そんなとこかね、そうですね、うん、なんか参考になった、そうですね、アメ車は僕もあの欲しいなと思ってた、うんうんうん、もし今後自分が手にできるようになったら、うんうん、ぜひ2人に相談したい、そうだね、もうそれが一番間違いないと、はい、ミスター野口もいるしね、あ、そうですね、そう、お前ちっちゃいの好きだもんな、ちっちゃいの好きです、まあでもこうなってくるとまた話長くなるからね、はい、まあでも結論で言うと、まあそのアメ車乗るのが大変かどうかっていう話だけど、アメ車というかまあ古い車、クラシックカーだったり、まあ古いアメ車を乗るのが大変かっていうのはもちろん大変だよね、はい、だって古いもん、そうですね、うん、古い状態のものを普通に乗るためには新しくしなくちゃなんなくて、そのためには絶対お金がかかるってことがまず当たり前じゃん、はい、そこを理解してもともとある程度貯金したりね、毎月そのお金を跳ねておけたり貯金しておければ全然乗れるし楽しいよね、楽しいです、うん、まあまあまあ、なんかあんま参考になったかどうかわかんないけど、はい、現場からは以上です、ありがとうございました、うん、OK、はい、うん、じゃあ後でそのレストモッドとレストアの違い、はい、なんで600万と60万なのかっていうところもちょっとまたやれたらね、そうですね、うん、まあまあまあ、ね、もしなんか気になるっていう声があれば、はい、うん、そうそうそう、はい、それでは、はい、今回もご視聴ありがとうございました。今回も僕らの好きなものを僕らの視点で、はい、うん、たくみちゃんの質問をいただいて返していきました、はい、まあ参考になったかどうかわかんないけどね、そうですね、うん、でも楽しいもんだから ね、 そうですね、もし本当にいつか欲しいって思ってる人がいるんだったら、はい、そのために頑張ってこう仕事も楽しくなったらいいしさ、はい、なんかそれでなんかいい生活というか彩りのある生活を送ってくれたら嬉しいよね、はい、うん、はい、それでは、また次回、まあ、もしかしたらその、ま、もっと細かいところ話すかもしれないんで、はい、それも楽しみにしておいてください、どうもありがとうございました、お疲れ様です。